本当に用意しとんな。確かにね、こういう時だけ頭回るんやって。朝もバッチリ目覚めたしな。いや久しぶりにあの八百屋時代の勘を取り戻したよ。無職になってから。あの頃だってこの5時半起き方に迷ったんやで。うん、晴れてきた。いいね。そうか。いいね。ワイパーまだいるけど。マイケルどこかで行きましょう。この時間に関して道はガンガン空いとるからな。うん、で和歌山の方に入ると多分混雑はすると思うんやけど、基本的に和歌山の方から大阪の方に北に向かうのがね混むんだわ。でうちらが行くのはこう大阪の方から南の方に下るルートなもんで、多分そんなに混まないだろうと。めっちゃ降ってない？まあ、なあ、いや、大丈夫大丈夫。